まずソビエトの跳馬といえば何といってもこの人、ステラ・ザハロワです。前転跳び前方宙返りの2分の1ひねり、ザハロワは世界で初めて女子でこの跳馬でムーンサルトを見せています。1回目 9.70 が出ました。2回目です。これも前転跳び前方宙返り2分の1ひねり、彼女の足の力バネ、これはまたソビエトの今までのタイプとは違った新しいタイプと言われています。今年17歳のザハロワ、得点が 9.80 です。そしてもう一人、ダビドワ選手です。エレナ・ダビドワ、1回ひねって突き手の後もう1回ひねります。ダビドワ跳び、ご覧いただきましょう。この跳び方も今世界で彼女がただ一人でしょう。1本目 9.80 です。レニングラードの学生、18歳です。今年モスクワ入賽2位、そしてソビエト選手権2位、このソビエトカップで優勝を狙いますダビドワです。これも同じ飛び方、まあ、スクリュー飛び飛びとも申しましょうか、エレナ・ダビドワのテクニックですが、踏み切りから1回ひねります。引き手の後もう1回ひねります。高い得点が出ました 9.90 です。ザハロワとそしてダビドワを見ましたが、それでは平均台はどうでしょうか。平均台といえばこの人、ナタリア・シャポシニコワです。ツリシチェワを育てましたラストロツキーコーチ、そのコーチの下でナターシャの飛行機という技を持っています。シャポシニコワらしいさばきと言われています。この辺りの動き、今年19歳になりました。148センチ、ここがナターシャの飛行機です。後転跳びから後方宙返り、アクロバット系の動き、そして力技、柔らかい動き、この3つのバランスがうまく取れています。シャポシニコワ、2回宙返り寄りで締めくくりました。シャポシニコワの平均台でした。今の後転跳びからの後方宙返り、安定した演技です。手前が名講師といわれるラストロスキーさんです。 9.80 です。これもいい得点が出ました。
さて代わってシベリアの寒い国から来た可愛い娘ゼバーチカと言われています。エレナ・ナイムシナ。彼女の平均台では片手の後転跳びがあります。ソビエトのナショナルチームが合宿をして、その途中であのストラスブールの女王エレナ・ムヒナが怪我をしました。そしてその代わりに出てきたのがこの人と言われています。今年15歳145センチです。ここがその片手の後転跳びの連続です。ジャンプの連続、この石もなかなか高いようです。закончила упражнение на гусях Наталья Ильенко。 Наталья Ильенко se présente au bar asymétrique。 これを2回見せました。ソビエトにはかつてのラチニナ選手に代表されるように伝統的なタイプから名選手が生まれていますが、彼女もその一人でしょう。後転跳び連続から最後フィニッシュは2回ひねり降りです。エレナ・ナイムシナ。それでは今の途中のこれは片手の後転跳びの連続です。これも世界で今のところまず彼女ただ一人と言われています。得点が 9.85。 いいポイントです。今度のモスクワオリンピックではモントリオールオリンピックの経験者はネリー・キムと、そしてこのマリア・フィラトワです。19歳になりました。小柄な体は142センチ。スリシチェワ、あるいはコルブト、そしてサージラ、モントリオールオリンピックの経験者が現役を退いて新旧入れ替わったその一人です。ソビエトの体操界ではスリシチェワ、そしてキムラと最初に2回宙返りでこうあっと言わせた一人です。シャニアゾフナショナルコーチが最近持ち前の性格の陽気さに、さらに落ち着いた試合のコントロールする、そういった度胸も持ち合わせているといいます。マリア・フィラトワ。屈伸のダブル宙返り降り、演技終わってにっこりしました。大きな拍手が沸きました。マリア・フィラトワ、後転跳びの連続からご覧の屈伸のダブル宙返り降りです。これはいい得点が出そうです。 9.90 です。フィラトワの平均台は 9.90 が出ました。さて跳馬のスペシャリストザハロワとダビドワ、そして平均台のナイムシナ・フィラトワを見ましたが、この後は段違い平行棒を見てみましょう。
段違い平行棒は男子鉄棒の技が取り入れられまして、女子の種目ではモントリオール以降どんどん変わってきました。車輪そして離れ技も男子の鉄棒に負けません。その中でこのエレナ・ダビドワはあの鉄棒のトカチェフ飛び越しがあります。背面の懸垂から入りました。上の場合車輪からこれです。おっと思ったか、大丈夫です。ひねりも見事に決めています。ダブルフットサークルから前方宙返り寄りです。振り下ろしてその後背面に開脚飛び越し、男子鉄棒のトカチェフの技です。ダビドワの段違い平行棒は 9.70 です。モントリオールオリンピック日本にもおなじみのマリア・フィラトワ、このフィラトワも技の構成の難しさはトップクラスです。前方宙返りから入りました。車輪の連続、手を交差してこの後前方宙返り、ダブルフットサークルから前方宙返り2分の1ひねり降り、ベテランのマリア・フィラトワ。ご覧の手を交差して持ってひねりが入ってこの後前方宙返りです。新しい採点規則、その R のマークがつきます。フィラトワの技でした。さあフィラトワの得点は 9.75 です。伝統の会場スポーツパレス、拍手が鳴り合いません。女子体操の花、床運動、かつての優雅な動きからタンブリングが鍵になってきたと言われています。床で10点を記録しているステラ・ザハロワです。足のバネ、タンブリングが生きています。ひねりが入りました。ウクライナ民謡のアレンジに乗って踊りますステラ・ザハロワ。このタンブリングは真のダブル宙返りです。146センチ、小柄ですが本当に足のバネが生きています。徳田コーチ、このタンブリングはロンダートから後転跳びの連続、そしてご覧の最初のタンブリングです。ムーンサルトです。これはフィニッシュのタンブリング、真の後方宙返りです。さあザハロワは 9.90 が出ました。さすがにソビエトカップ世界のトップクラスの演技です。さてナタリア・シャポシニコワはこのモスクワオリンピックに新しい振り付けと曲を用意しています。ひねりが入ってその後後方の宙返り、一つのシリーズに二つの難しい技を入れました。
回ひねり。このタンブリンは2回ひねりです。2回ひねりが入りました。第2、観客を魅了していきます。ナタリア・シャコジニコワの床運動でした。ナストロフスキーコーチです。あのクリッシェアを育て、そして今このナタリア・シャコジニコワをモスクワオリンピック用に育てました。この難しいシリーズタンブリングです。さてシャポシニコワの得点は何点が出ますか。 9.85 です。シャポシニコワの床運動 9.85 です。今ファンから花束をもらいました。ナターシャ、こちらでも人気があります。じっと目を閉じていますのはエレナ・ダビドワです。このダビドワはひねりからの前方宙返り、そしてそのまま飛び込みの前転という難しいシリーズのタンブリングがあります。ソビエトカップ初優勝を狙います、エレナ・ダビドワです。これです、最初のタンブリングに彼女得意の難しい技を入れました。モスクワニュース杯は2位、その後ソビエト選手権も2位と、このところぐーんと去年あたりから力をつけていましたエレナ・ダビドワ。ちょっとアラビア風の独特の動きを見せていますダビドワです。このタンブリングはひねりました。オリンピックの会場、ウジニキーのスポーツパレス、拍手が鳴り合いません。ダビドワのこの難しいひねりが入って前方宙返り、そのまま飛び込み前転です。さあダビドワはいい得点が出そうです。10点満点が出ました。床運動エレナ・ダビドワは10点満点です。ソビエトカップはエレナ・ダビドワが優勝、2位にはシャコシニコワ、そして3位にはナインシナが入りました。ソビエトの選手も強いですね、はい、そうですね。ここが体操会場のスポーツパレスなんですが、ここでですね、誰が女王になりますか。私は何といってもやはりモントリオールで14歳で女王になった小林選手が2連勝を目指して取るんじゃないかと思うんですが、どうですか。私はやっぱり地元、そして去年のフォートワースの世界選手権のチャンピオンネリー・キムだと思います。キムですか、はい、さあこちらのですね、専門家はどう考えてるでしょうか。メキシコオリンピックのゴールドメダリストラリッサ・ピエトリックさんです。ピエトリックさんいかがですか。
Я думаю, что основная борьба на этих Олимпийских играх, конечно, развернется между Нелли Ким и румынской гимнасткой Надей Каманечи. Но я также думаю, что в спор могут вступить и две гимнастки из ГДР. Это 15-летняя Макси Гнау, которая на чемпионате мира в Форт-Уэрте заняла второе место и была обладательницей золотой медали в упражнениях на брусьях. К тому же великолепная гимнастка Регина Граболи, которая неоднократно становилась чемпионкой своей страны. Ну, а от Советского Союза, я думаю, что будут бороться Стелла Захарова и Наталья Шапошникова. У них великолепные программы. От команды Румынии еще две гимнастки могут претендовать на олимпийское звание. Это Мелита Рун и Эмилия Эберле. Масяна-сан-не, эйма-но-хана-си-ма-ар-йо-ни, Куманечи-ким-у-чу-шин-ни-тен-кай-сурен-дес-кэ-ре-домо, これはですね, 新しいスターがひょっとして生まれるかもしれませんしね。 それからルーマニアにも若い力のある選手がたくさんいましたものね。まあ開会式いよいよ近づきましたね。女子体操楽しみです。